さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつバカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、言うた。はよ酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかやろ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの。おやさん、もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど緩くやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭はおるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに会うとるけ、はよ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。
店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです、頭。今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴組やおやっさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ。そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ。殴らせとけ。違憲ですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより田頭、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。雄太、行くぞ。わかった。ったく、すんません兄貴。あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの、ドスを持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、雄太と、もう一人おった松永って。確かにお前を入れて、三人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの組の頭ですけ。若い者はしっ、兄貴、どちらへ。不細工じゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。ほれ脱げの。反撃、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オドラみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃる。うっせ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。この店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。ああ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。行くぜ。
んじゃあの人は。いやーさすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍してつかさい。おう松永、お前大丈夫か。いや心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ野球の時の。ああ、もうええ松永。こん人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ。お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうか。おいじゃったらわしらの立場どうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き押されたんで。それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが。誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。キリュウの兄貴がおらんかったら踊れらドガーナミに追うとったかわからんで。お、ここはわしの店ですけ。余計な口挟まんで使うさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ、それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ、ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出してつかさい。いつまでも待っとりますけ。兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。A war between the United Americas and the Union of Progressive Peoples. Generals wanted a decisive. Kiryu-san, 大丈夫だったの？南雲くんは？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？Not recorded by any vessel in transit. Most likely, Weyland Yutani moved Katara to a location. それじゃ桐生さん、広瀬一家の組員に。なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲君とは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また
広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。あ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きだな。それじゃまた来る。ええ、いつでも。Trying to keep the Polystation Xenos out of the LV-895 ruins. I'm still running the pissed off Weyland Yutani since, but without Cynthia leading me. Aniki! Gokuro-sama-desu! Honoker's over the moon. Esther and Savannah set him up with some basic recon drones to look around. I don't think he sweeps anymore. Otsukare-sama-desu. Yes. Proto-window, what's so bad? When Xenos act weird, Colonel Ship wants to know why. Domo. Nanjia-odorera!ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思うとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人か？知ってるか？頭、俺にも。いや、思っとったより偉い若いき面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もうそうじゃろ？ええ、本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。ああ、道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？
ああ、そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って。いや、なんだったっけ、歩きながら思い出しますんで。ま、松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ、そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません、わしらはもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうって。そうみてえだな。今日は親分いねえのか。親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ、わしちょっと見てきますか。いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい。ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそれ。ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい。おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたのなりそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほら、パパのとこ帰んな。それじゃ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いや、なんでまた。いいんだ、それじゃ。あ、キリュウさん、ちょっと。ん、うちの店の近くに昨夜の増添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。
当たり前でしょ。赤んぼ連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。こっち、キリュウさん、早く。おう、アルミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリーさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面貸してもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さあ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったらや。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって、ハルト君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え、どういうこと？広瀬一家の連中は遥のことを知っている。
少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。はるかちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺にはるかのことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町ではるかと何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。はるかのことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の。ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。ちょっとヤバいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわあ、ああ、おい、大丈夫か。何があった。おい、動けるか。俺は大丈夫だから。彼女を。ん、彼女。私もなんとか大丈夫。どうなってる。あれ、なんで私がそこに。なんだこれ、目の前に俺がいる。どうなってるの。何が起きてる。お嬢様、お嬢様、つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのか、そんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ。悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ
誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすぎた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けどどうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから、行きますよ、お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。桐生の兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち桐生さんのファンになってしもうたけん。ああそうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよもう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょ。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。は？なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？こいつら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった舛添も腰巾着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ。それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。
客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。キリュウさんを責めるのは筋が違うとる。ほいでもキリュウさんはそのよそから来た人ですけ、キリュウさんに頭下げてもらえば。そがあのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ、その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ、特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。雄太、田頭、お前らキリュウさんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ、キリュウさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、キリュウさん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってろ。なんじゃとこの野郎。どけ、急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極度を牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが、それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥かのことで俺に隠してることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おおよく言うよ。あんただったら俺らから力づくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどなその手には気づかなかった。
づかんかったって本当によ何なんだあの人は。やっと出てきよった。探しとったんだい。気流増添か。昨夜の借りを返すどころ。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。行くぜ。島中の国土を敵に回せちゅうこっちゃ。ほえやるの、マスゾエ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの気量か、バカだれ。気流っちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これ桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの。わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体を知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。
どういう意味です？その男が何じゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや、小清水の頭は何を言うとるんかの、兄貴の正体って。松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出るように言ったはずじゃ。それはあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ。全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちくしょう、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、そりゃ。小清水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うんぴったれが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東条会の四代目？東条会言うたら東京のあの東条会で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリの兄貴、なんで黙っとったんですか。早う言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ、俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろ春人を迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。
桐生さん。ああ、遅くなった。待たしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がっていくか。ううん、もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずだな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？うん、なんでもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃが。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか？ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅんは遥さんのことじゃ。わしらは組の者全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。桐生の兄貴が遥さんにゆかりのある東条会の四代目桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったく、あいつの安にぶさにはなんや救われますわ。はあ、そこからのご無礼はどうか許して使わさい。あと、それでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時、あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。遥さんの前じゃうちの組のもんも造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。
だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でもわかりますわ。はるかさんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうこともわしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴がはるかさんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから、はるかもこの町にいることができたんだ。南雲なら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。ハルカさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、ハルカさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけどわしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？ハルカさんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰よりハルカさんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのにもううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おお、ビルビルバー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ悪い。ああ、もううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああ、はいはい、終わり。よーし。しくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。清ちゃん、なんて言うとりました？それがあいにく不在でな、会えなかった。
なんじゃ。そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです。俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じでキヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合最初からバレバレだったじゃないですか。バカだれ。そがなことなわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろ。いや割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃハルトの方が役者は上だな。そんなちょっと待ってつかさよ兄貴。切れるつもりでいたんだろうがな。あめんだよ。さまねえな。ジョー、おら立て。きっちりけじめつけろ。あ、待て。あ、何見てんだおっさんよ。消えろ。何があったか知らねえがもう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してりゃよかったのに。や、正気か。大丈夫かお前。ダメだおっさん。うん、逃げてくれ。こいつらはもう押せ。トロクセや親父見てるとムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知るや。助かったよ。お前立てるか。逃げてくれって。なのにさ、すげえなおっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ。ジャスティスの奴らここまでやるなんて。お前こいつの仲間か。あ、はい。あのジョーさん助けてくれたんですよね。そのありがとうございます。礼はいい。それより追っ手が来たら面倒だ。とりあえずこいつを移動させるぞ。あ、はい。うちらがたまり場にしてる店があるんでそこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。
マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。ったく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います、ジョーさん。いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。そん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を挙げたすげえ人なんです。神室町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさんどうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と。ああ、会って少し話をした。そうか。その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確かレインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男、今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど、俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらって。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。え？分かった、やつらのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセえ基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、奴らは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセい基準で判断するのは俺も嫌っす。
巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセーこと言ってすまなかった。桐生さんやお前の言葉で目が覚めたよ。幸子を助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう、すぐに仲間を集めるんで、桐生さんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。桐生さん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。ありがとうございます。よし、みんな行くぞ。やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。桐生さんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても多分返り討ちに遭ってしまう。だから桐生さんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、分かった。ジャスティスはお前の敵だ。お前の手で蹴りをつけろ。よし、それじゃあ行くぞ。幸子を奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。いい戦いぶりだったぞ。あらかた片付いたな。桐生さん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。そう、女を人質に取るようなやつは気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせや。これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー岡田の目を覚まさせる。
俺はレインメーカー岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じって。そんな。六教人。六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。おい、メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ孔明。女王の件だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに女王を追わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は女王をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのは何だ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよまた俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六教人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしてやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよバカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。
え、じゃあ誰が？桐生さん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。わかったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだから、まずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、桐生さんがリーダーだから、それが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、桐生維新軍。ちょっと古臭いな。うん、俺の名前が入ってるチーム名、桐生会なんてどうだ。桐生会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろう。まあまあ、そりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。桐生会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなると、ただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かして、いい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、あの、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、あの、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、
桐生さんはチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。え、それはちょっとヤバすぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がないやつはいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。町をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。どうした？な、何か食べるものを。腹が減っているのか。何か持ってきてやるか。わかった、何か持ってきてやるよ。できればとんかつ弁当を。何なんだこいつは。だが放ってもおけねえ。仕方ねえ、とんかつ弁当を渡してやるか。チケット買われますか？片道320円になります。片道チケットを1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。桐生さん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。
こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人、私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしてるうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに？そりゃこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場界の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会の来栖会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、四代目、今菅井会長代行から登場会の跡目候補と見られているんですよ。お前が登場会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか？俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？
こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。あいつと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、キリュウさん。なんじゃそりゃ。一体誰なら、その染谷いう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろう。言葉もすっかり東京弁じゃし、その時付き合うちょった男じゃないんかの。ひょっとして昔の旦那とか。踊り、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言うみじゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。え、ああ確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。ブッ、ああ踊れら。あんましかばち足りよるとぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。あ、兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。大変じゃ。いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんが、キヨちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけわしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたらキヨちゃん心配せんでええから言うて、ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本おられてでもキヨちゃんを守ったらんかい。頭、いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ。若い男じゃった。ソメヤか。やっぱり清美ママとなんか関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといて、つかさい。こればっかりは
兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで何が極道じゃ。まったく呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて使わさんや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか？いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くのは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか？要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの？昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。あ、いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから。兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、頭、どういう作戦で行くんすか？そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いな。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、清ちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら
2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか。へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。それじゃあわしらは他の場所回ってみます。こちら、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。頼むぞ。一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなりゃ染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。染谷が大浴場にいるようです。キリナヌキ、
4階を探しましょう。どこだ？なんだてめえ。おい、顔を見せて。何してんだこら。てめえ、止めるのも大概にしろよな。兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。はあ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。じっと失礼します。おい。帰るわい。あ、なんじゃこりゃ。わるはナグモ。これ一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで。バカたれ、もう遅いわ。しもうた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ、さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。
よく言うじゃないですか、逃げるが勝ちって。てめえ、クソ、逃がすか。あとは頼んだよ。止まれ。4代目をお止めしろ。兄貴は染谷を追ってください。染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが肩業としてあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。
彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。大事ないですかい？あれ？桐生さんじゃないの？それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス。来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん。キヨちゃん無事じゃったか？ええ二人ともどうしてここに？それは小清水さん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらはこがわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いや夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なママが。お前の本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬の親さんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ小清水くん、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。
もともと私が招いた誤解ですから。あんたは石見造船会長石見平蔵と申します。四代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。うん。クルス・タケル。クルス陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。石見造船の会長が陽明連合会の。石見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますが、こちらは息子の常雄で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の貢献人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の貢献人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが貢献人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると、私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は
六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃねえ。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか。やめなさい、スネオ。キリュウさんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。歳を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもって、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、ん？そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかし、もういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょ、ボイスさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで、ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川くんがハルトくんの父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ。俺の幼なじみで一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうど遥香ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、辰川くんうちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんが春人くんを産んでたってことは。その辰川は今どこにいる。ここを出てく前、
東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。うん、音楽か何かやってたのか。いやさっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。タスカワじゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？高志ら、踊りなんでそこあんなこと知っとんねん。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。高志ら、そいつと連絡取れるか？いやそれがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。キリュウの兄貴、こいつが辰川ですわ。こんな奴とハルカが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、ハルカちゃんがよりによって辰川なんかと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユータの言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。ソメヤ。お、踊れ。何しに来よったんじゃ、こんけど。ぶち殺してるぞ。南雲くん、やめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、はるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、桐生の兄貴。そういや、はるかちゃんはどうしてるんすか？なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。
わしらはるかちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、キリの兄貴。はるかちゃん、元気でおるんじゃろう。あいつは、カムロ町で事故にあった。引き逃げした犯人は、今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが、何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと？あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな、分からねえことは山ほどある。だがまず分からなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのってハルカちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようある。キリュウの兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にかハルカちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、分かった。
キリュウさん。ジョーカー、さっき遠くからキリュウさんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートがキリュウさんの宿なの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、キリュウさんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。そうか、それなら。どうかしたか？いや、キリュウさんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとけよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつ、こんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るところか、広島出んのも初めてじゃろうが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。おそうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい？せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。時間食っちまった。まったくどこ行っても人だらけじゃろう。都会ってこんなもんじゃないですか。しかしこんなら何しにここに来とるんじゃ。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとりますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか？この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようなら、バカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況、ネットに上がってました。この達川のページ、田頭に教えてもらったんすよ。随分楽しそうにしてやがるな。あのゲドが、
はるかさんが事故に遭うとるちゅうのに。本当にはるかさんはなんで小柄な男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。キリュウの兄貴見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町じゃ3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた。全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって立川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天海市通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。しばらく寝てろ。兄貴ちょっと待ってください。ユータのやつが。ん？すみません俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけそうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ。あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、あ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴これちょっと見て使わさい。ん？東上界の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却、これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう東上界の人間じゃねえんだ。じゃけど東上界のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。ほしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東上界の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ分かった、もういい。あんたには頼まねえよ。気流の兄貴頼みます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。分かりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。はあ、なんじゃ。
男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、こら。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。なあ？俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹？優也？うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、イノ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、桐生さんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、優也か。優也？そういやさっき兄貴、店長の優也を呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でも、ならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お？ああ。大丈夫か、ユータ。トイレを、早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね。え、本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきのはるかちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は達川。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは？見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ、優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切ってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは。
韓国のマフィアだ。昔いろいろあって、今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。タツカのやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしても、あの店にタツカを追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、キリュウさんは。ん？俺は今、ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日、スターダストの前でキリュウさん見かけたのもたまたまだったんすよ。カズキはどうしてるんだ。あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても、今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前カズキが店を買い戻したら、またスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないですか。カズキさんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。なら、お前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、おい、あいつ、さっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私、スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては、埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。随分強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう、おう、そうじゃ。踊れるの店に立川ユンがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。
スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつジンゴン派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。はあ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今のジンゴン派はカムロ町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。え、お気をつけて、キリュウさん。길이다! 같이 있는 놈들은 또 누구지? 그딴 거 신경 안 써! 다 죽어라! 어, 아니기. 아, 나라, 와시라니 요미다이자. 한국어로 叫んでる みたいですけど. 자, 모시가시다, 아이트라. 진공하다나. けど, 와시라, 한준기 쯔노から 招待 されとったんじゃ? まだ 俺を 恨んでる 連中も いるってことか. 今の 진공하모 一枚岩じゃねえらしい。とりあえずな、キキュー。おい、キキュー。逃げろ、助けてくれ。かまってる暇はねえ。いつだ、誰か。かかった、キリュー。キリュー。兄貴、半純義には後で文句言わねえとな。いやー、カムロ町いうんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃、半純義が待ちくたびれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさえ。
わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな。タツカを探すのが最優先ですから。俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかさい。分かった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。へい。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食い足りんじゃろうが。キリュウの兄貴。ユータ。頭がキリュウの兄貴についてろって言うもんで。何？ようこそおいでくださいました、キリュウさん。遠慮はいりません。さあ、お二人ともどうぞ。ナグモはどうしてるんだ？頭は大丈夫っすよ。マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、キリュウさん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはスマイトを高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所にすぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ？あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ？その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか？あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし辰川がこの店にいるなら、あの階段の奥なんじゃねえか。確かに。
なんだこりゃ。兄貴、これがホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。辰川というものをお探しでしたね。そうだ、辰川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら辰川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです。あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしたね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか。俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはない。よう、あのリングであんたを倒せば辰川の情報を聞かせてくれるのか。ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ。兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に辰川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは辰川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてたハルカちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡に煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は辰川を追う情報が手に入んなら
いくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのアン・ジュンリが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ兄貴。結局のとこ正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ゴングを。なかなかいいよ、ユータカ。これで君も、キリュウの兄貴に顔が立つでしょ。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで私は
神言派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな、半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、この半純義を倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。神言派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよく分かりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。
あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。うん。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いねえか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる？その前に、なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると達川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを調べるつもりはない。それとも達川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、達川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。達川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？達川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです、桐生の兄貴。達川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア街のマフィア、西洋界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ達川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか？で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、達川はそんなことをするような男だったのか？ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。桐生さん、なぜ達川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか？私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。達川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は達川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？
カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましたね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった、それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。キリュウさん、ジンゴン派が東上界と中国マフィアの構想を陰で煽っているなんて話を聞いたが、彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で構想を煽ってるなんてのは言いがかりです。とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。キリュウの兄貴、早速達川の餌に行きますか。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥かがひき逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え、達川に話を聞かねうちはまだ何も分からねえ。もし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。遥の父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます、俺も同じ気持ちですよ。兄貴、俺南雲の頭を呼んできます。この後例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか。ああ。俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。タツカーに逃げられねえように人手がいた方がいいですから。それじゃあ。キリュウの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカの餌を掴むっちゅうんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？おう、まあ実を言うとユータを先行かせた後すぐにジンゴンファの連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど店の場所がわからんようになってしもて。それで？それで、まあカムロ町の夜の街を歩き回っとったの？まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うと、そうじゃ。マジかよ。わしはの、カムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやー、けしからん。後でわしの行った店紹介しますけ。
そがに怖い顔をせんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、キリュウの兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ。大岡ビルってのはあれらしい。達川のやつ、屋さんにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴。わしらのハルカさんに手出したバカタレじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そこ、こっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから、はよ入れ。なんじゃ。これは マジかよ。なんでこんな。